ジャニーズファンの特定行為とその影響しの仕事に及ぼす問題。ジャニーズアイドルグループ、k n g p ピンスキンプリを脱退し、ジャニーズ事務所を退場した平野志陽さんと神宮寺優太さんが、滝沢秀明氏設立の新会社、とべ、に合流したことを報告した件について、それに続くマグロ店。 特定、炎上問題に対して特定犯の女性がファンマナーについて語っています。特定犯の増加や特定行為による問題点、さらにはロケ地巡礼による影響について取り上げ、ファンコミュニティの健全な発展に向けた考察を行います。小なり特定行為とは大なり。 特定行為とは、ネット上にある情報を元に複数のファンが協力し、特定の場所や情報を特定する行為のことを指します。これは昨今、ジャニーズファンの間で増加傾向にあります。特に、キンプリのような人気アイドルグループの場合、ファンの情報収集力が高く、熱心なファン同士が情報を共有し合うことで特定行為が拡大しています。 小なり特定行為の背景にある、キンプリの分裂、大なり。特定行為の増加には、ジャニーズファンの内部に変化が起きたことが一因として挙げられます。例えば、キンプリが5人での活動を終了し、一部のメンバーが新たな道を歩むという、キンプリの分裂、が発表されたことにより、ライト層のファンが増加しました。 これによって、マナーを守らないファンやガセ情報の拡散が増え、特定行為につながったと言われています。小なり特定判女性の証言大なり、特定行為について、特定判の女性 A さんがコメントしています。A さんによれば、ジャニーズファンは情報収集力が高く、横のつながりもあるため、昔から非公開の情報を把握していたファンが存在していたと言います。 しかし、これらの情報は仲間内で共有するという暗黙のルールがあり、SNS などで拡散する行為は控えられていました。ところが、金プリの分裂によってファン層が変化し、特定班を気取って SNS で情報を拡散させる人やガセ情報を拡散させる人が増えたといいます。特定班は本来、情報の答え合わせを楽しむための存在であり、 拡散行為はファンのマナーを書いた行為となっています。小なり特定行為の影響、死の仕事に支障をきたすことも大なり、特定行為が市の仕事にも影響を及ぼすケースもあります。聖地巡礼を歓迎するロケ地も存在しますが、一部のファンがマナーを守らずに立ち入り禁止エリアで撮影するなどのトラブルが発生しています。 これによって、ジャニーズ作品のロケ地での撮影許可が取り消されるケースも見受けられます。死の仕事に貢献するファンの一部の行動が、死自身や制作関係者にとって迷惑な結果をもたらすことがあるのです。小なりまとめ大なり、ジャニーズファンの中で増加している特定行為により、平野耀さんと神宮寺祐太さんのプライベートが特定されるなどの問題が発生しています。 特定行為の背景には、金プリの分裂によるファン層の変化が一因とされ、特定反助性もその影響を訴えています。特定行為が市の仕事にも悪影響を及ぼすことから、ファンコミュニティ全体でマナーの向上に努める必要があります。 ジャニーズファンの皆さんは、死を応援する喜びを共有しつつ、死の仕事に支障をきたす行動を避けるよう心がけましょう。